どうした？うん、大丈夫。戦だ。緊張して当然さ。自分の使命を覚えてるか？弥生族を倒し、危険の道を切り開く。そうだ。それが我々守護者としての使命。前進を続けよう。さあ、危険の道の奥を目指そう。モンスターだ！倒せ！障害はなくなった。先へ進もう。フローラ、こんな虫けらどもを守るのか。まあいい、時は来た。気をつけろ。今まで見たこともない恐ろしい敵だ。来るぞ。より激しく、より切実で、より本能的な生き延びるわ。聞こえた命の願いが。授けよう原始の力よ。傷が回復した。あなたは一体。花精霊アイリスよ。一緒に戦うわ。
ねえ、ねえってば。おーい。ねえ、早く起きてよ。は？ま、え？あなた、まさか夢の話をしてるんじゃないわよね。暗闇であろうと、私の心はいつも光を向いている。最近よく昔のことを思い出してな。風があって気持ちがいい天気だ。どこに行こうが、ここは永遠にそなたの家だ。理性の声に耳を傾けるのです。理性の声に耳を傾けるのです。
私の心は剣のように折れはしない。私のそばにいて、何があっても。最も怖いのはあなたが失望するのを見ることよ。最近理性の声に耳を傾けるのです。氷の中で永遠に眠りなさい。
なあに、その表情、私の魅力に惚れたの？どこに行こうが、ここは永遠にそなたの家だ。運命の輪は動き出したのです。時は来た。目覚めよ、勇者よ。なあに、その表情、私の魅力に惚れたの？